この時間はブルキナファソ対チュニジア、こちらの一戦をお届けいたします。ペルーの首都リマ、そのラ・ビクトリア地区に位置するのがこのエスタディオ・アレハンドロ・ビジャヌエヴァです。3万5千の収容人数を誇り、ペルーの代表するスタジアムの一つです。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。非常にバランスの良いシステムですよね、はい、横一列フラットに、まあ、ブロックを作ることによってサイドからの攻撃がやりやすくなりますよね、まあ、これに対して同じ 4-4-2 でも中央にダイヤモンドができる 4-3-1-2 のシステムがありますよね、はい、まあ、これも中央に預けてサイドバックがオーバーラップするパターンが非常に多くなってきますよね。今やサイドバックは守備だけでないんですね。ただダイヤモンド型の場合、トップ下の位置に入る選手が、まあ、サイドの役割もするので、まあ、その場合はフラット型として考えるか、あるいは守備に専念するサイドバックになるのか、まあ、結局はチームによってそれぞれの意図が強く出るフォーメーションですよね、はい、前半ゲームはスタートしています。ブルキナファソ対チュニジア、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介します。右側がチュニジア、左側がブルキナファソとなります。縦へのボール、ボールの奪い合い激しいものがあります。チュニジアがここでファウルを取られます。前を向けるか、さあどこに出してくる、ここでファウルがありました。さあ左へ預けて、大きく縦へ、このクリアボール拾いたい。パスでつないで攻め込んでいきます。チュニシュート、キーパーから前線へ、裏へ届くか、一気に縦へのアーチ、長いボール縦に入れます。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。大きくサイドチェンジ、このパスを受けて、お、これいいでしょう。クロスが入る、クリアです。あっ、止めた、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、
コーナーキック、短く出す、さあ中はいる、どうする、ボールがつながる、いやー先制チュニジア、ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。チュニジア立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。うまいですね、ゴールでしたけどもね、いやよく取れましたね。このピンチよく防ぎました。クリア、このピンチをなんとか出します。サイドを使います、カウンターを仕掛けていきます。さあ左サイドへ抜けてくる、もういいですね、中央へ、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして徹底的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり操作していかなければいけませんよね。仕掛けます、自分で行く、さあ繋がるか、いけるか、右サイドへ振って撫でるようなボールタッチ、中で味方の選手が待っている、大きな追加点。いや今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。今日2点目です。チュニジア、さらに1点を追加し2対0としています。いやこう立て続けですと勢いを感じますよね。チームはこういい状況になってきますよね。そうですね、
大きく縦へのアーチ、一旦戻します。このボールは繋がりません。裏を狙う、フリーだ、シュート、追加点。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいでしょうね。当然ハットトリックということになります。チュニジア、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、うん、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね。ブルキナファソ、このファーストハーフ半ばの時点で北澤さん、シュート、今日4点目かというシーン、絶対のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね、もう1回目にしますけどね。そうですね、枚数いる、中につなぎたい、さあどこに出してくる、これ仕掛けるか、どうする、キーパー素晴らしい対応、まあ、ディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、狙い通りのシュートというのはなかなか難しいですよね。この場面でスーパーセーブです。このクリアボール次へつなげたい、チャンスを演出できるか、シュートもあります、フリーで受ける、来た、これはシュート、決めた、さあ右へ預けて、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、どうする、激しいボールの奪い合いです、これはファウルではなかったようです。さあカウンターを仕掛けます、これはつながりません、長いボール縦へ、ブルキナファソとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね、フットボールのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。さあ一気にカウンター、ルーパスを出す、ここで丁寧にコントロール、中に合わせてくるか、長いボールを送ります、さあ左へ預けて、ここで丁寧にボールを扱う、
一気に前線にボールを送る。長いボールを取ります。チャレンジはしません。後ろに流す。大きく前線に入れます。これはつながりませんでした。立てながら攻め上がっていく。フェイントで抜き去ります。素晴らしいパス。まだある。今度はどうだ。長いボール縦へ。これはなかなかこじ開けられない。スルーパスを狙う。さあカウンター、スピードを上げたいところ。さあ持っていく。裏のスペースを狙う。中は枚数いる。さあ左サイドへ。サイドへ。前線にボールを送ります。ふわっと裏を狙う。シュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いやフリーでもいい状態でシュート打ってましたからね。ここは枠に乗っていたかったですよね。大きく縦へ。大きく縦へのアーチ。チュニジアが最終ラインまでボールを下げる。トスだ。ふわっとしたボール。クリア。このピンチをなんとか出します。ブルキナファソがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですよね。サイドを使います。中上げる。スーゴルーロスに合わせるというシュートシーンでした。まあ、村までにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。まあ、寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。
縦へのボール、さあどこに出してくる、シュート、いやー惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、ドライシーンでした。ウルキナパス、縦へのアーチ、長いボール縦に入れます、大きく縦へ、パスをつなぎます、さあどうする、サイドへ、サイドを使います、右サイド上がっていく、上げる、アウトまで来た、このヘッド、いい試合でした、いい位置でフリーでしたからね、残りたかったところですよね、ここは間合いを取る、仕掛けるか、どうする、右サイドを振って、チュニジアがクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね、前線の中央に何人か構えていますね、なのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね、赤めの弾道にしたり足元にぴったり合わせたりとか、はい、中の状況に合わせてバリエーションをつけるといいと思いますけどね、なるほど、中の状況をよく把握することが大切なんですよね、そうですね、さらには相手のディフェンスが整っていない時なんかは、周りコースを狙ってみても面白いと思いますけどね、はい、対応力ですよね、そうですね、裏を狙っていきます、飛び出して前線へ飛び出します、そして今前半終了の笛が吹かれました、誰が予想したのか、前半で3対0、ウルキナパス、今のところリードを許しています、どうしてもスペシャルシーンが多かったので、もうちょっと後半は強力していきたいところですね、フットボールでは3点差が1つの区切りと言われています、次の1点でその差に加算があればそれは決定的なゴールと言えるでしょうね、ブルキナファソ対チュニジア、それでは引き続きゲームをお楽しみください、
後半です。ブルキナファソ、前半ややおさら気味と申しておきましょう。チュニジア堅いディフェンス、ロングフィードで狙う、ボールクリア、ロングボールを入れてきます、右サイドを振って、さあ左へ預けて、このボールに触ります、長いボール縦へ、縦へのボール。プレスからボールがこぼれる。長いボールを送ります。チュニジア。というシーンでしたが、ここはしのぎます。裏へのスルーパス、裏のスペースを狙う、最後は味方を走らせますが、これは合いません。もう一つ前に行きたい、ボールを下げてリズムを作るか、一気に前線にボールを送る、長いボールを送ります、さあカウンターのチャンスになります、大きく縦へ、ブルキナファソとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。一気に縦へのアーチ、縦へのボール、ブルキナファソとしては1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんよね。そのためにはベンチワークが必要だったり、選手間の修正が必要かもしれませんね。ここはすぐ奪い返します、チュニジア、長いボール縦へ、長いボール縦に入れます、大きく縦へ、
ャレンジをしません。後ろに流す。大きく前線に入れます。ここ拾って次につなげたいチュニジア。サイド。どうだ、クロス。これはキーパー。勝利のシーン。上げる。これを拾いたいチュニジア。縦へのボール。長いボールを送ります。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。大きく縦へシュート。カウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。このクリアボール次をつなげたい。チャンスを演出できるか。速いパス回し。長いボールを送ります。この辺は人に対して厳しくいってますよね。大きく縦へのアーチ。クリアです。さあここでカウンター。サイドを縦に走らせます。緩いボール。ここはキーパー処理しました。いけるか。柔らかいボール。シュート。ちょっとミートが足りないというシュートでした。バッター後に入るそのゴールなんですか。これは相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ゴールキックです。これ仕掛けるか。大きく縦へ。さあどこに出してくる。シュート。シュート。素晴らしい反応を見せました。まあディフェンダーに乗せられてましたけどシュートまで来ましたよね。ちょっと悪い選択ではなかったですよね。体勢を崩しながらのシュートまで持っていきました。長いボール縦へ。この柔らかいパス。大きく前線に入れます。キーパーからのロングフィード。ブルキナファソが最終ラインまでボールを下げる。長いボールを送ります。
縦へのボール。カット。シュート。このシュートは収まりませんでした。このボールはカットされます。スペースを狙う。と、これはつながりません。このスルーパスは通りません。長いボールを送ります。縦に入れます。素早いパスで攻め上がっていきます。さあカウンタースピードを上げたいところ。長いボール縦へ。このクリアボール次へつなげたい。チュニジアはここクリアで難を逃れます。チュニジアはここで選手を変えます。大きく縦へ。ここは通しません。一気に前線にボールを送る。このパスを防ぎます。また中央へ。右サイド上がっていく。中は枚数います。ボールがさ、シュート。いや、期待ですよ。この手からシュートまでは本当に完璧でしたからね。チュニジア。スルーパス抜けてくる。抜けてくる。丁寧に足元を使う。スルーパスを狙う。押さまったフリーだ。縦へのボール。カウンターを仕掛けます。長いボール縦へ。ブルキナファソとしては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。長いドリブル。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。
ュニジア立て続けに選手を入れ替えてきます。ここを拾って次につなげたい。ブルキナファソ縦に長いボール、残り5分を切っています。サイドを使う、上がる、チュニジアはナワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。どうする、ミドル、シード、これは完全に枠を捉えています。クロスを入れる、キーパー弾く、組み立てながら攻め上がっていく、素晴らしいパス、中人数揃っている、中央へ来たが、シュート、今のはどれをとっても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあブルキナファソ、流れを変える1点となるんでしょうか。これをカットします。ゆるく狙ったボール、シュート、ゆるくのパス、後半の残りわずかです。キーパーがタングルしたボールをゴールに押し込みました。いや、ポジショニングセンスが光りましたよね。ゆるくのボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が張ってこないと、ここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。さあブルキナファソ、もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここからは全員で行くしかないですよね。そうですね。チャレンジはしません。後ろに流し、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。一気に縦へのアーチ、ブルキナファソ奪い返します。ドルーズボール、長いボールを送ります。さあ一気にカウンター、いけるか、裏へ届くか、どうだ、仕掛けるタイミングを図る、手元の時計ではもう時間がありません。スペースを狙う、ここで受けて、加えて今試合終了です。3対2、ブルキナファソ接戦となりましたが、惜しくも1点差で敗れました。さあゲームは終わりました。ブルキナファソとしては終盤にかけて素晴らしい攻撃を見せてきましたよね。結局1点返せましたし、最後まで諦めない姿勢というのは大事ですよね。そうですね。ありがとうございます。素晴らしい試合でした。
さあそろそろお別れの時が来ました。解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さんありがとうございました。ありがとうございました。ブルキナファソが結局3対2で試合を落としています。